ました。第4コーナー回ってきます。内側2番の山中、そして外には3番の稲垣、両者肩を並べております。残り2周の赤番です。勝負どころ1コーナーからセンターです。さあお互い引かないか、内側山中、外から3番の稲垣、稲垣上がってきました。山中こうなりますと車を引いています。3番の稲垣は先頭、ジャンが入りました。後ろから西村浩太、西村と朝日、チームの2人が飛び出して、稲垣がこれで3番手、あとは9番の渡辺。さあこれで中部新規でドッキングのような感じですが、どうでしょう。1番の園田がマッチ団5番手、山中7番手だ。ラスト1周に入りました。先行は8番の西村浩太、2番手4番の朝日、中部の2人、あとは3番の稲垣、3番手から山中を見て合わせてまくっていきます。さあまくり合戦だ。さあ3番の稲垣、そして外には2番の山中、番手から4番の朝日も出ていくんですが、8番4番3番と、さあ激しい先頭争いだ。直線コースに入りました。わずかに稲垣先頭が勝っていた。1から7番ですが、3番の稲垣